はい、レクサス LS 前期中期後期クイズ全10問始めてまいります。では早速スタートです。問題1、 LS460 の中期型はどれ。前提条件としまして、全車両ノーマルとします。はい、正解は2番になります。中期型の見分けるポイントはですね、このヘッドライト、このウィンカーですね、ウィンカーが2本ちょんちょんと入っているのが中期型になります。その他の車両はですね、これ460なんですけど、460のウィンカーはこうちょんちょんと2本入ってなくて、1本こうね、サッと入っているので、前期型になります。で、あとはですね、バンパーフォグの形がですね、口の形見たくですね、口角がこう上がった形になっているのが中期型の、フォグライトになります。前期型はですね、このように台形のような形になっていまして、下の方が長くてね、上にフィニッシュ下がってこうアーチ描いてるんですけども、台形の形状をしているのが、前期型になりますので、答えはですね、LS460 の中期はどれということなので、答えは2番になります。次の問題に参ります。問題に、 LS の中期型はどれ。はい、ちょっと今カウントがおかしかったですけど、正解はですね、3番になります。内装なのでね、少し難しかったかもしれませんが、まず4番はですね、明らかにこれ後期の内装ですね、他とテイストが違いますね。縦基調だったのに対しまして、これ横基調になっているので、これ後期型のですね、 LS の後期型になりますので、4番はまずこう条件から外れます。で、1、2の3の中からどれかを選ばなきゃいけないんですけども、中期型はですね、こうナビのボタンがですね、こう上に行くに従ってボタンが大きくなっている、これ上の現在地ボタンが大きくなってまして、前期はですね、こうボタンがちっちゃいんですね。上に行くに従って大きくなっているのは中期型の特徴なので、まあ3番ですね。あと、こう時計の周りとね、このナビの周りのこの衣装ですね、デザインがですね、こう広く取られているこの金属の部分ですかね、これ金属じゃないんですけど、色のついている部分、アクセントがついているのが、中期の特徴になります。あと、このこのナビ画面の下にすぐにこうエアコンの表示ですね、表示パネルがついているのが中期型のナビで、前期型の方はですね、ナビの下にですね、この操作のパネルがあって、その下にこう温度表示とかのこの表示パネルになっているんですね。なので、中期型はどれかというと、中期はこの3番になります。では次の問題に。問題3、この車は何。LS 何の前期中期後期という形でお答えください。前提条件としてノーマル車両とします。はい、正解はですね、 LS600H の中期型になります。中期用のグリルに、LED の、ね、ライトが3つついてますので、逆 H のライトがついてます。で、さらにバンパー見ると、バンパーフォグも、600H の中期型のフォグになってますし、エンジンを見るとですね、ハイブリッドって書いてあるこのエンブレムがあるのと、ここにですね、ハイブリッド車の特徴的であるこのホースが走ってますので、この車は、LS600H じゃないかなというところで、まずね、ここで 600H っぽいんだけども、顔面移植とかで前期をね、こう中期仕様に変えてるんじゃないかなって疑いをかけちゃうところなんですけども、問題文ね、ノーマル車両とするということになってますので、この車は LS600H の中期型ということで、答えになります。では次の問題に参ります。問題4、この車は何。 LS の何の前期中期後期という形でお答えください。はい、この車はですね、 LS460 の前期型になります。パッと見ですね、ちょっと目はですね、 600H の目が入ったのヘッドライトが入ってますので 600H っぽく見えるんですけども、このグリルがちょっと怪しいですね。なんだかこう、ここちょっと真ん中の部分がね、飛び出てる感じがしてるんですけども、これはですね、社外品ですね、某エアロメーカーが出してる、中期っぽくね、見えるようなグリルの、まあ、ここキットだったんですけども、それが入ってますね。中がちょっと浮いちゃってる形で、まあ、確かに中期っぽく見えなくはないんですけども、くっきりでラインが出ちゃって何か入れてるなっていうのが分かるので、そのキットが入ってるなっていうのが分かります。あとね、バンパーフォグの形が台形の形をしているので、前期型っぽいなというところが分かります。
であとこうね、このリアはこう中期のテールライトですね。このオレンジ色が目立つっていうんですかね、あの完全な前期型はオレンジがないんですけども、この白い部分ですねがこうだんだん細くなっていって最後ここに流れるようなデザインでオレンジが目立つというところで、中期のテールライトが入ってるんですけども、顔を見るとね前期型だというのが分かります。でさらにエンジンルームを覗くと、ハイブリッドのエンジンではないので460なんだなというのを確定します。で答えは LS460 の前期型ということになります。では次の問題に参ります。問題5、この車は何？LS の何の前期中期後期という形でお答えください。はい、答えはですね LS460 の前期型になります。これはですね顔を見るとですね どう見てもこれが 600H の顔ですね。 600H の顔に見えます。でまあ、フォグとかでこのグリルから判断すると600の前期じゃないかなというところでも当たりつけていくんですけども、リアを見るとですねやっぱ前期のテールライトが入ってるんだけども、ここにですねあの車名のエンブレムがないのでどっちだか分からないと。で顔を見てもちょっと区別はつかない、 600H っぽいなと、前期の 600H っぽいなと思うんですけども、内装ですね、内装を見ますと、ちょっと今消しますね一回で、ここですね、ここのところ見てほしいんですけども分かりますかね、ここが温度表示ですね、エンジンの油温計ですね、温度表示になっているので、ここを見るとあこの車はハイブリッド車じゃないなというのが分かります。プラスやっぱりこのナビのところを見るとね、この操作パネルの並びですとか、まあ、MD の挿入口があるなというところで前期型だなというところで、あ前期で、ハイブリッド車じゃないなというところで LS460 の前期型ということが分かります。なんで温度表示で、ね、分かるかというと、あのハイブリッド車のここがですねエコですとかパワーですとかっていう表示になってて、もうちょっとカラフルなんですね。でカラフルな表示になってないので前期型だという、あのハイブリッド車じゃないということが分かりまして、答えは、このように LS460 の前期型ということを、導き出すことができます。では問題6に行きます。問題6、この車は何？LS なんだかの前期中期後期という形でお答えください。はい、この車は LS460 の前期ですね。なかなか難しかったかなと思います。勘で、ね、当てるのは簡単なんですけども、論理的に導き出すのはちょっと難しかったかなと思うので、ちょっと解説していきます。まずですね、顔とですね、お尻のね、デザイン見ると、あとヘッドライトも入れるとですね、これ完全なもう、LS のこう後期仕様ですね、後期に見えますと。後期っぽく見えるんですが、内装を見ると、あ、後期じゃないなというのがこの辺の、作りからわかります。で、MD を入れるとこがあるというところで、中期型から MD、廃止されているので、あ、前期だなということがわかります。で、さらに、メーターパネルを見るとね、先ほど出てきたこの温度、ここが温度計表示になっているのでハイブリッド車じゃないなというところで460が確定します。で前期だったので答えは LS460 の前期型になります。こういった感じでね、外装を完全にこうね後期仕様にされちゃうと本当に外からじゃわからないので、内装を見ていくしかないんですけれども、こういった情報から、車種を特定することができます。では次の問題に参ります。問題7、この車は何？LS なんだかの前期中期後期という形でお答えください。はい、この車は LS460 の前期型ですね。ちょっと460の前期型の答えが多いんですけども、まずですねフロントですね、あの後期っぽく見えるんですけど、なんだかちょっと上違和感がありますね。完全に、ね、これグリルとね、ここに、まあ、前期型のグリルの上になんかこうバンパーが形が変わって入れてんだなというので、車外のバンパーですね、後期型っぽく見える車外のバンパーが入ってるなっていうところで、うん、これが完全の、まあ、後期じゃないなってことがまずわかると思います。でヘッドライトはですねこれ前期のね460の前期型のヘッドライトを使ってるなというところ当たりをつけて、やっぱりエンジンを見ると、うん、ハイブリッドじゃないなということで460は確定ですと。あとは前期中期のどっちかっていうところで内装を見てみますと、ナビのねこの操作のパネルの周りの衣装デザインを見ますと、まあ、前期だなということが分かりますので LS460 の前期型というのが回答になります。では次の問題に行きます。問題8、後期型はどっち？
い、こちら後期型は1番になります。これはかなり難しかったかなと思いますが、まあ、これ形見分けるしかないですね。このパネルのここですね、エンジンフードのこの中のパネルのところ、ここがこうカクカクとここでへこんでる形でこういう風になってるのが、後期型の特徴です。前期と中期はですね、ここにそういう形がないんですね。普通にこうペコペコんでるのが続くんですけども、後期型だけこういった形状になります。で、まあ、参考までにこの車はですね、まあ、ハイブリッドのロゴがないっていうのと、ここにホースがねついてないので、どちらの車両とも460になります。でこのね問題の答えを踏まえた上で次の問題9をぜひ答えていただきたいと思います。問題9、 LS600H の後期型はどれ。今ちょっとまたねカウントダウンのシステムがちょっとパソコンがね重くてカウントがちょっと変だったんですけども、答えはですね、3番になります。こちらが 600H の後期型になります。直前のね問題8でねお伝えしたんですけども、こちらのこのへこみですね、パネルのこのへこみがあるところが後期型なので、まず、まあ、こちらの4番はないし2番もないので、まあ、後期はね1か3だなと。で 600H を見分けなきゃいけないんですけども、ハイブリッド車の場合はこちらにね特徴的なホースがあるのと、ハイブリッドのロゴがありますので、あ、3番だなっていうことに回答を縛ることができます。では最後です。問題10、 LS600HL 出ないのはどれ。はい、こちら答えは3番になります。HL ではないのはどれということで、1と2と4番は 600HL になります。後ろのドアですね、ドアが大きい長いのが L なので、ロングホイールベースの L ですね、 L なので、このセンターピラーですね、ピラーのところから、ドアが長い分、3番の方はですねセンターピラーから、リアがですねこうドアのラインがこう下がっていくんですけれども、L の方はホイールベースが長いのでセンターピラーのところからややしばらく水平の距離がありまして、そこからドアの部分下がっていくと、センターピラーから水平の部分があってから下がっていくというところで、リアのドアが大きく取られているものが HL ですので、この3番が 600H、 普通の 600H ということで答えは3番になります。全10問いかがでしたでしょうか。全問正解された方いましたか。ぜひこちらの動画を参照していただきたいなと思います。私のチャンネルの方にね、徹底解説レクサス LS の前期中期後期の見分け方外装編というのがありますので、こちらで復習していただけたらなと思います。またねクイズのシリーズ出していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は見ていただきましてありがとうございました。